氷の中の魚氷の水族館は、水産物を氷の中に凍らせて、それを見せる施設、または催しのこと。日本では、宮城県気仙沼市業市場前の氷の水族館が知られる。言葉として、魚の氷の彫刻を集めた展示を、氷の水族館と称する場合もある。気仙沼では常設の氷の水族館を、岡本製氷が開業し、 一年間に十万人以上の集客を呼んだ。氷の水族館の館内はマイナス摂氏20度に保たれている。岡本製氷は魚介類が生きているかのように氷の中に展示することや年間を通じて魚が見られるように常に新しい展示物に取り替えていると説明する。この場所はテレビ朝日何これ珍百景で冷たくされる。 水族館として取り上げられた。また、岡本製氷は、テレビ東京の一番の取材を受け、その際、不純物のない純氷氷を作ることに努めているとしている。2012年、北海道の2012000歳、四国湖表島祭りでも、氷の水族館が展示された。製氷には、苫小牧市の製氷業者が用いられた。展示されたのは、 四骨湖の姫マスで漁をしているかのように展示場の天井には漁網や浮きを飾り付けている。2011年、ベアマウンテンのあるサホロリゾートスキー場も、スケホロロ竹山頂の標高線30メートルの地点の野外において氷の水族館を行っている。他の北海道うちのイベントでも行われている。2016年、福岡県北九州市にある、 スペースワールドが氷の水族館と称した魚5000匹を氷付けに、した、スケートリンクをオープンさせたが、批判の声が相次ぎ、企画を中止した。ありがとうございます。